こんにちは。くんさんの動画の裏方さんアナリティクスを観察したりとか、この動画が伸びるなとか伸びないなとかっていうのを確認したりとか、グラフ作ったりとか、そういうことしてそうな人。くんさんの裏方さんの父さんっていう参加勢がいいのよ。参加勢つうか裏方というか、そういう人がいいのね。で、その人のマイクラのスキンがこれ。言っちゃいけないけど、かなりダサい。ゴドンさんと、あと昔の3343みたいなスキンしてて、今回はこの父さんのスキンをね、いじろうと思う。一回消しまして、父さんっていうね、参加勢じゃなくて、裏方さんか、の人の、特徴としては、あの人、父って T-O-U で、アンダーバー刀っていうのよ。で、刀の父ってことは多分金、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 金の方の刀だから、それ要素を欲しいよね。あと、アナリティクスとかをいろいろとなんか分析してる人だから、そういうのもしっかりと取り入れていきたい。だからまずアナリティクスっぽい何かを作ってあげよう。アナリティクスっつうかグラフだな。だからグラフっぽい何かを作る。まずここら辺を円にするでしょ。円にして、で円グラフってやつ出そう。円グラフってやつを作る。で円グラフをその中心にするんですよ。今から円グラフ作ります。はい、円グラフ。これ円グラフかな。これだな。よし、これで、一応円ができましたと。で、この円グラフの、その円ってさ、一箇所だけじゃないでしょ？しっかりと他のところにも、その円の要素があると。こんな感じ。これで、何パーセント。で、こっちは、何パーセントって感じの円要素だな。これ円グラフの円の要素。あと赤だけじゃなくて、オレンジとかも使ってるイメージあるから、オレンジ色も使っちゃおう。はい、これで、円グラフ。で、あと残りが、なんか、グレーかなんかで、ここら辺がその他ですよ、みたいな感じ。いいね。これが円グラフです。円グラフ。で、他の部分だな。他の部分は白色で作ってあるよ。この円グラフのカラフルな部分を強調するために、体の部分は白色で作ってあげる。縁だな、縁。縁の部分を作ってあるよ。はい、はい。はい、はい。できた。で、こっち側、この白色のところに作ったやつの反対側っつうか、ここら辺は黒色にしてあげる。で、黒色と白色だ。で、これだけだと、どこが目なのかどうかもわからないわけじゃん。それだとあんまりね、微妙なんだよね。マイクラのスキンって、そう、統計学上というか、その分析っつうか、アナリティクス上っつうか、顔がしっかりとついている参加勢の方がね、人気になりやすいっていう、僕の勝手な、そのイメージがあってさ、だから目を作ってあげる。これが目ね。で、あと、口。口もしっかりとこうやって作ってあげるよ。かわいい。グラフの上に口があるってすっげえいいデザインだな。待って、ピンク色で作るね。うん。完璧。いや、ピンクは赤色ね、あんまり似合わないな。じゃあ、青だな。青色で、はい。口を作る。え、すげえ可愛いじゃん。これは結構人気出るんじゃないかな。で、グレーでこんな感じで、メタルですねって感じのを作る。おお、すげえ、可愛い。で、中心ここら辺あったから、あと残りは黒色でしてあげよう。黒色、黒色、黒色。いや、待って。黒色だけじゃ良くないな。中心つうか、頭の上は TOU っていう風につけてあげるわ。搭載要素だな。T、O、U。できた。これで、とうって出てる。で、こっち側は、YouTube のマークつけよっか。YouTube、YouTube、なな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 なはい、トゥ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 ルー、トゥ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 ルー、トゥ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 ルー、トゥトゥトゥ。トゥ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 ルトゥ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 。で、YouTube の後ろ側は、どうしよう、アナリティクスだろ？だから、Google スライドだ。Google ドキュメントとか、あと、Excel みたいな、そういう感じのイメージしてるから、緑色で作ろっか。緑色の、なんか、Google ドキュメント臭い何かを作る。トゥトゥトゥルトゥ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 。ドキュメントのデザインがよくわかんないから適当に作るわ。なんかグーとでもつけておく。よし。で、こっち側は Google の G の字作ろっかな。でも Google の G ってどんなスペルだっけな。 G とだけつけておくか。いいね。これ Google の G。
よし、できた。で、あとは中心をこんな感じにしたら、あら、かわいいな。これはモテモテだろ。他の参加勢とかが嫉妬しちゃうよ。なんでかわいい好きなのって感じで、素晴らしいね。でだ。次、体だな。体は、統計学上、ちゃんと服を着るか服を着ないかに分かれるわけで、父さんは意外とっつうか普通に社会人を経験してるだろうし、普通に常識人のイメージがあるから服を着せようか。いや、待てよ。常識人の父さんが服を着ずに裸ってのもある意味ギャップ萌えで燃えるのかもしれないから、ここはあえて裸にするのもありなのかなとか思ったりするんだけど、やっぱ無難に服を着せてみようか。どうぞだな。わかった。肌色をまずつけてやるよ。彼の肌色っていうのいきなりな。黄土色をつけてやるよ。で、あと、乳首とかつけてやるよっか。お父さんってさ、お父さんっていうぐらいだから、きっと疲れてんだろうね。うん。あと、これは僕の単純な、そうそう、へそもつけて、赤ちゃんマット赤ちゃんがさ、よくつけてるあれだよ。すっごい可愛いさ、ナプキンだそう。ナプキンみたいなあんじゃん。名前忘れたんだけどさ。エプロンか。エプロンつけよう。エプロンをこうやってつけてあげると。で、エプロンはこんな感じ。ピンク色をね、しっかりとつけてあげて。で、こんな感じかな。あら、可愛いね。で、あとよだれとかビャーって感じでつけてあげると。あら、可愛い。なにこれ。あ、もう可愛いな。もう父さんじゃん。完璧。で、いや、バカにしてるわけじゃない。普通にこういうスキルの方がいいかなっていう風に、真面目に考えた結果な。で、父さんじゃなくて、これが、はい、ナプキンですね。で、かわいい。いや、待て、頭と体にさ、あんまりにも、これは境目がなさすぎるな。僕、ちゃんと境目作りたい人間だからさ、しっかりとこうやって、垂れてる感じね。肌と人間の中間ら辺の部分はしっかりと作ってあげないと、僕が気に食わない。なんて言うんだっけ、コントラストじゃなくてさ、徐々に色が変わりますよみたいな、グラデーションっていうの、そういうのをしっかりとつけてあげないと、僕としてはなんか嫌だ。よし、完璧。よくね？よくね？え、いいじゃん。で、あとはミラージュでしょ？ミラーでこうやっていう風に手と足をしっかりとつけてあげるだけで、もう父さん。あら、あら父さん。あら、あら、こんにちは。かわいいね。かわいいね、父さん。こんな感じ。別にバカにしてるわけじゃない。かわいいじゃん。いや、待て、じゃあ、口もうちょっとね、かわいらしい色にしてあげないと困っちゃう。ピンク色にしてあげようと。ピンク色。いいね。で、おむつだな。だから、まず肌の色は、ちゃんと捨ててあげる。足の肌の色ですね。これは父さんの足ですよ。足の肌色ですね。足の肌の色作っての。で、おむつを履かせての。おむつ。あ、違った。おむつはこんな感じ。ゴワゴワした布の塊を股間に巻いてあげるんですよ。で、こんな感じで。あー、もうかわいい。父ちゃんかわいいね。父っていう名前でさ、父さんって言われてるからさ、お父さんの方イメージするだろうけどさ、赤ちゃんになっちゃったね。なんか大人の人がさ、赤ちゃんのコスチュームしてるとなんか精神壊れちゃったのかなって心配したくなっちゃうよね。大人のキャラでさ、赤ちゃんの格好してるようなキャラクターって、だいたい辛い過去を持ってるイメージがある。ワンピースのせいで。で、こういう感じで、はい。あら。あら、まあ、かわいいね。かわいいね。かわいい。どうしちゃったの？ん？大丈夫？これが、父さんです。変わり果てた姿。で、ピンク色だな。お尻の部分をしっかりとね、こうやって。うん。うん、完璧。で、こうすると。いや、お腹の方にも、ちょっとだけ、ちょっとだけな。ちょっとだけ、そのズボンの要素を付け加えてあげる。ウールって感じがするな、これ。はい。で、こう。かわいい。これ、父さん、すごい著名になりそうだな。これなんか、もっとさ、他の参加勢とかでさ、できたな、こういうスキル。めちゃめちゃいいじゃん。最高。これも著名でしかないでしょ、父さんって。すげえいい。じゃあ写真撮っちゃおう。これを父さんのディスコードに送りたいと思います。
トゥルッ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 トゥルー。ということで、今回は動画終わります。バイバイ。